こんにちは、初夏の根本美希です。9月3日から6日まで私のふるさとである福島県白河市で個展を開催します。で、個展会場はコミュニティカフェエマノンさんという古民家カフェになります。で、9月3日の午後1時から会場で書道パフォーマンスとギャラリートークを予定しているんですが、こちら本当はたくさんの方にお越しいただいて見ていただきたい気持ちがあるんですが、限定20名で行わせていただきたいと思います。というのは、先日福島民報さんという地元の新聞紙に個展の記事を取材していただいて掲載していただいたんですね。それと今まで SNS で告知をしていたので、パフォーマンスから見に行くよって言ってくださる方が結構いらっしゃったのと、あとその他にも今後ラジオとテレビの出演も決まっていて、で、正直こんなにメディアさんに出させていただけると思っていなくてですね。なので、そのエマノさん自体、そのパフォーマンスする場所がそんなに大きくはないので、コロナ禍ということもあって、人が万が一溢れ返ってしまったら多くの方に迷惑かけてしまうなってちょっと心配になってしまったので、この判断をさせていただきました。その代わり YouTube ライブを行いたいと思います。なので、9月3日の1時からぜひ見れる方は YouTube ライブでも見ていただけると嬉しく思います。で、旅中に出会った方にはこの DM はがきをお送りさせていただいてるんですが、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃいましたし、私の SNS を知らないだろうなっていう方もいらっしゃるので、もし当日はがきを持ってきていただいた方は優先的に案内させていただけるように配慮させていただきたいと思います。なので、今 SNS をご覧いただいている方はご理解とご協力をお願いできればと思います。で、来ていただいても本当に嬉しいんですが、もしかしたら20名なので入れない可能性もあるよということだけ伝えさせてください。で、そのパフォーマンスとギャラリートークが終わった後は通常通りその会場内の作品も見ていただくことはできるので、ぜひお願いできればと思います。で、その会場であるエマノンさんはオープンが12時でクローズが8時なので、その間私は休憩以外は在留予定ではいるので、ぜひご都合がいい時間にお誘い合わせの上来ていただけるとすごく嬉しく思います。で、9月の後半からは東京でも個展を開催します。9月21から25日開催予定で、そちらでも書道パフォーマンスとギャラリートークをする予定ではいるんですが、人数制限をするかしないかなど、ちょっと白河での様子を見てまた SNS でお知らせさせていただきたいと思います。はい、ということで、ちょっと今日は個展のご案内の動画にはなってしまったんですが、お時間がある方はぜひ個展会場に足を運んでいただけるとすごく嬉しく思います。で、来ていただいた方はぜひ一言お声掛けください。はい、ではまた次回の動画もしくは個展会場でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。